コリーヌ・セローは、フランスの映画監督、脚本家。パリで、文学、音楽、演劇、さらにアニ・フラッテリーニのアカデミー・フロッチレニでサーカスを、学んだ。1970年、ビュー・コロンビエ劇場で女優としてデビュー。その後、舞台女優として、夏の夜の夢のハーミア、ピランデッロ作、リオラ、オセローのデズベーモノなど大役を演じた。 1973年には最初の映画脚本を執筆。セローの監督第一作、マイスチュー、エセチュー、エレスブールは様々な背景を持つ女性たちへのインタビューで構成されたドキュメンタリー映画でその明けすけな表現が一部の観客にショックを与えた。最大の商業的ヒット作は1986年のコメディ映画、赤ちゃんに乾杯。 で、セザール賞では3部門で受賞した。アメリカでも評判となり、リメイクされるほどの人気となった。1986年には、最初の儀曲となる、ラパンラパンが、ベノ・ベッソンの演出で、パリで初演された。ベッソンとの共同制作はそれから数年間続き、レ・テアートル・デバー・デュアー、クワイゼ・ト・アウト・イグロー・ベタといった作品も、ベッソン演出で上演している。 1998年には音楽舞踊劇レサロンデテで演出、執筆、主演。2000年にはパリオペラ座の依頼でヨハンシュトラウスの喜歌劇コウモリを演出家デビュー。これが評判となり、同歌劇場は2002年にロッシーに作曲、セビリアの理髪氏の新演出も依頼し、人気演目となり、2012年までたびたび上演された。 2012年には主演のナタリー・デセイの希望出ますね。作曲、マモンを同所で新演出したが、その後芸術監督の変更などもあり、再演はされなかった。また、2006年には、モリエール作、女房学校で演劇の演出も始めるとともに、アルノルフ役を断層して主演している。ありがとうございます。